お邪魔するお店はこちら、響き屋さんですね。あれ、うん、焼き鳥屋さんですかね。おお、まあとりあえず入ってみましょうか。こんにちは。と謎めいたまま飛び込んだのは中央通りの東にある響き屋さん。外観や店内はどう見ても焼き鳥屋にしか見えない。果たしてここにラーメンはあるのか。いらっしゃいませ。あ、お世話になります。ご主人、ここ焼き鳥屋さんですよね。はい、そうですね。はい、いや、私が来たからには私ラーメン食べに来たんですけど、あのランチタイムだけなんですが、はい、11時半から2時半まで、ラーメンやっております。はい、そうなんだ。はい、どんなラーメンがあるんですか。1種類だけでございますが、1種類鶏ラーメンというやつをやっております。はあ、い、焼き鳥屋で鶏ラーメン、はい、これはちょっとうまそうですね。創業70年以上という老舗焼き鳥屋が作るラーメンとは、もちろん鶏ベースのこのスープ。しかしこれは他のラーメン屋には絶対に真似のできないある秘密が。それに合わせる麺はやや縮れた中太麺。そしてユニークなのは具、鶏のつくねに。焼き鳥屋なので当然焼き鳥も。しかもなんと串に刺さったまま丼に。これこそ焼き鳥屋が作った、その名も鶏ラーメン。鶏の魅力がギュッと詰まった渾身の一杯。果たしてそのお味は。これがですね、響き屋さんの鶏ラーメンということなんですけど、はい、いやー、まあ鶏ラーメンっていうぐらいですか。私も鶏肉がこう乗ってるなと思ったんですけど、はい、まさか串に刺さってますね。これがありましたね。いやー、これまたユニークですね。そうで言います。もうスープも多分鶏ガラスープでしょう。間違い、鶏尽くしということで、それでは早速いただきましょう。はい、うお、鶏の香りがすごい。いや、早速スープの方も。いや、おお、いや、本当鶏がしっかり取ってありますよね。ありがとうございます。もともとは、あのこちらのものは、ラーメンのために出したスープではないんで、はいはいはい、鶏鍋っていうものがございまして、うちで鶏鍋用に作ったスープなんです、実は。はい、ですから、まあ、ちょっとあのそういうお米を入れたりしてとろみをつけてあるんですね。あ、それでとろみがついてるんですか。はい、はあ、でもやっぱりさすがですよね。もう本当に This is 鶏スープというか、もう美味しいですよね。ありがとうございます。はい、いや、本当これラーメンという、あ、鶏鍋を食べてるようなね。ありがとうございます。ね、お、さあ、ついて麺をいきます。お、中太のやや縮れですかね。はい。お、それでは。うん。あ、腰があって、これいいですね。いや、なんかあれですね。はい、本当にあの鶏鍋を食べて全部皿で、そのね、できたスープに麺を入れてこう食べるという。いや、このお米の軽いこのとろみ、はい、これがまたね、麺にうまくスープを絡ませるという。ありがとうございます。憎いじゃないですか。いいよ、すごいです。いや、美味しいです。まあ、さあ、それでは鶏ラーメンのメインである、メインだから、お、口に刺さってます。これは皮ですよね。鶏皮です。なんか、妙な雰囲気ですね。ラーメン食べてる感じじゃないですけどね。さあ、そしてつくね。うわあ、つくねが入ってますよ。あ、美味しい。そしてこれは入れたお肉ですかね。はい、鶏肉です。はい、鶏肉ですね。あ、これはさっぱりと。はい。なんかラーメン一杯でお得な感じですよね。ありがとうございます。焼き鳥食べながらラーメンという感じですけどね。なんか妙な気分です。はい。ああ、でもこれは美味しいですよ。3代続く老舗焼き鳥屋が
なぜラーメンという別ジャンルの世界に足を踏み入れたのか。まあ、お客様のリクエストと申しますか、もともとあったあのうち鶏鍋という商品がございます。はい、そちら の、まあ、あのお召し上がりになったお客様が、まあ、あのラーメンこのスープで食べてみたいねというような話で、あったもんですから、でそこからこういうものが、はい、出てきたわけです。いやこのラーメン僕惚れましたね。さすが焼き鳥屋さんのラーメンっていうのが鶏を知り尽くしてるじゃないですか。うわ正直参りました。それにしても美味しい。